セラフィン・リスワイン・ビドンドは、スペイン・パンプローナ県出身の歌手、作曲家、ピアニスト、司会者。一般的には、セラフィン・スビリとして知られる。スビリは、視覚障害を持つ音楽家である。スペイン代表として、ユーロビジョン・ソング・コンテストに2度出場している。1964年、セラフィン・リスワイン・ビドンドは、パンプローナ県スビリに生まれた。 セラフィン・ソビリというステージネームは出身地の自治体に由来している。失明したためにスペイン資格障害者団体に所属し、音楽や音楽理論を学び、ピアノや歌に触れた。1987年からはバンド X のボーカルを務めている。1992年にはディズニーのアニメ映画、美女と野獣のスペイン語番サウンドトラックを録音した。 1992年には、スペイン代表として、スウェーデンマルメで開催された、ユーロビジョンソングコンテスト1992に出場し、バラード、トゥドゥエスト・エスラムジカを歌った。2000年には、トゥブが主催した、ユーロビジョンソングコンテスト2000のスペイン国内予選に出場して優勝し、スウェーデンストックホルムで開催された、本大会では、チェマプロンによる、 コールガドデウンスエーニョを歌った。ラジオ番組で活動していたこともあり、パンプローナにあるローカルテレビ局のディセーブルド・アンリミテッドという番組で司会を務めていたこともある。2000年にはマルタ・サンチェスラとの共演でミュージカルラマギアでブロードウェイに主演し、10月にマドリードのララ劇場で初演が行われた。2005年、国際資格障害者スポーツ連盟の副会長に、 就任した。2007年には、トゥブによる、テレビ番組、ミラキエンバイラに出場し、2008年4月14日には、同番組のアルゼンチン版に参加した。スビリは、この番組の他国版にも出演してその技術を見せている。2013年、アンテナ3で放送された、スプラッシュのスペイン版に出場した。ありがとうございます。